面白い。それが一番いいのループだって。いや本当にそれが一番いいから、それが一番良すぎてループ、そこでループしたんだね。ちょうどいいじゃん、ちょうどよかった。そうそう、大事なことはね、何回も言っといた方がいいからね。うん、豚バラパラダイスさんありがとうございます。あー、爪切らないと私で毎回思うのが夜だから、じゃあ次の日の夜になるまでに切ろうって思うんだけど、いつも夜になって思い出す。まつげ美容液塗ってたらまつげ3本抜けた。だっていや、わかる、わかるっていうか、なんかね、多分それ自分に合わない美容液なんだと思う。なんか私もまつげ美容液がいいって聞いた当初はそのめっちゃいろんなの試してたんですよ。使い切って試して違うのにしてってやってたんだけど、なん か違うのに変えた時にめっちゃまつげ抜けるってなった時もあったから、ドラゴン Z アットマークチームフォーさん、ルルルさん、ナーニャ神推しさんありがとうございます。そう、でももう最近塗ってない美容液でもね、その高いやつ5000円、高いやつはめっちゃ伸びるらしい。でもなんかそれを塗って、そんなせいでものによります。全然800円ぐらいのやつもあるから。まつげまた生えてきますよちゃんと。あのね、高いやつはめっちゃ伸びるけど、でも逆に量も増えすぎてまつげ伸びすぎてってパターンもあるから、ちょっと怖くてできないんだよね。でもね、実際に今のね、自分のね、別に私自分のまつげ、まあ、もっと伸びたら嬉しいけど、なんか別になんかいいかなっていいかなってなってる。うん、特に困ってないまつげ。そう、セナタンドラさん、ゆうゆう知ってるよ、知ってるよ。高専の時にね、同じチームでした。スナリンゴしかカタンさん、シンアットマークスナグミさん、イックンさんありがとうございます。特に困ってない。なんか最近はなくなったけど、なんかね、ちょっと昔はね、まつげ長いねって言われることもあったから、私まつげ長いんだと思ってそれをまだ引きずっています。今はそんなに言われなくなったけど、松葉行かないの。うん、マツパイ行くなら違うとこにもお金かけたい。
いやそうなのよ、当たるんてね、言うとね当たるみたいなのあるんですよね、なんかわかんないけど。そう、どこだって、いや別にそう、松葉別にまつげ、まつげ別にまつげビューラーであげればいいしってなっちゃう。うん、だからそうなら違うとこにお金かけたいけど、別に違うとこがその食料だったりとか、なんか別にどことかないですけど、別にまあいろいろ生活していく中でっていう感じ。大輔さん、パピコアットマーク、ゆうせなはじまるさん、ベさん、ありがとうございます。こんばんは。お金は大事ですよ。大事、自分の好きなこと。私は、私今日生写真届いた。うん、自分で買ったやつ。あー、どうですかね。うん、今日誕生日だって、モンさんおめでとうございます。負けちゃった。いや、パチ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 してたらさ、スタンド揺れたんだけど、今こうやって。あー、違います違います違います。そう、こん、そう、今回届いたのは、そのなんかね、ライブの時の写真で5枚ずつ頼めるよみたいなやつがあるんですけど、そうそうそう、5枚ずつ選んで、5枚、10枚、15枚、20枚っていう単位で頼めるよっていうやつがあって、それの、そう、そう、アンダーライブのやつが届いた。ドラゴン Z アットマーク、チームホーさん、スーパーのぞみ2号さん、星柱瀬名炭治郎さん、ありがとうございます。ベストアルバムだって、あれはもう、あの、なんていうの、個人ジャケ社、なんていうの、メンバー別のやつを予約しました。まあ、その日に予約した。まあ、1個だけですけど。うん、組んでた話だって、組んでた、まあ、まあまあまあミドリチームで一緒だったよって。でも私その時人見知りだったから、なんか、でもミドリチームの中では割と話してた方ですけど、アンダーライブ、違う、最近のじゃなくて前回のですね。そう、だからライブの、だから、そのまあ大体みんな映ってるよみたいなやつなんですけど、その卒業された方メインで、そう、渡辺ミリアさんっていう方は好きなので、そう、その方メインでいっぱい届いた。もう本当にほどほどにしないとなってですよね、マジで。
センターになった経緯聞きたい。多分身長が小さいからだと思う。こんばんは。うちわの販売だってしないの？うちわ何のうちわ？何のうちわだろう。公式 TikTok、 あ、そう TikTok 見たくだされ、なんでそんなに噛んだ今喋れなかった。 TikTok 見てくれましたか？ツナリンゴシクカタンさん、スーパーのぞみ2号さん、ありがとうございます。ぜひコメントしてくださいね。チワワ、チワワって可愛いよね。本当に犬大好きなんですよ。そうマジで犬大好き。命の意味じゃない、命の使い道、命の意味は違う。目撃者くんですよ。そう久しぶりに踊った本当に。おしまいに設定ありがとうございます。今度うちのダメだよ、ペットは大事だからさ、自分で決めた方がいいって。そういうの本当に生きてるからさ、ちゃんと。そう覚えてないよ、覚えてなかったよ。見ない、見て覚えた。なんかなんか曖昧な記憶はあったけど、全然あこんなだったっけってなって、で映像見て覚えた。ユンチの使い道は明るない理由がどういうこと？何が明るいの？TikTok ね、そう入ってる曲が限られてるから全曲入ってるわけじゃなくて、そう、でもその中に命の使い道があったの、びっくりじゃない？そうそう。昨日よりもっと先、会うたびに惹かれる、友達でいたいのに、もう無理よ、楽になりたい、彼女とかいるのかな、したらどうしよう、考えるとキムキと胸が苦しく、好きすぎて。チャソ、ナミーさん、太陽のアットマーク、ドラさん、シカサタンさん、ありがとうございます。コメント違って、確かそうね。でも私は割と、まあ、笑顔じゃなかった。なんかさ、命の使い道をさ、全部笑ってやるのはなんか違うなと思ったから、セリフはちょっとニコってしてたけど、それ以外は真顔気味でやっちゃった。うん、いい思い、お話がいい思い出になりましたって、それは嬉しい言葉だ。
それたち外れました。あら残念。いやまた次次当たりますように。ナイキッスの振りが好きすぎて仕事中になっちゃう。ナイキッスで地と空飛ぶハートを私の海にキャッチし、ナイキッスよし次こそキッスで血を通せ笑顔のミサイル天使より正確に命中。勉強しなきゃと思ってますって。勉強しなきゃか。でもなんかこうやって、あこの曲知らない。なんていうんだろう。なんか見てくうちに自然と覚えられたら楽しいですよね。でも。うん。中たち倍率めっちゃ高いと思う。普通にメンバー的に。私はいてもいなくてもわかんないですけど、増えるのか増えないのかって感じだけど。メンバー的に選抜が3人もいるので、まあ難攻よりは全然高いですよ。プライベートで泣きキスしたことありません。ありません。難攻3曲知らなかった。知らなかった。私何恋の曲は逆上がりはほぼ聞いたことあるなぐらいだった。うちゃんずんちゃんのたもさんわきちゃんさんありがとうございます。ごめんスタンプしなかった。ね確かに。あ待ってスタンプしてなかったかもって言ったらみんなスタンプしてくれた。ファーストジェネレーションのさ振りして真似しては知らなかった。45分になったら終わりますね。うん、スタッフさんが回収してくれてます。誕生日てるてるくんさんおめでとうございます。あ、ガキッチョさんカベルネさんありがとうございます。そうロッカーに荷物入れます。ね、みんな拍手のパターンすごいすごい。私の拍手みんな好きみたいだから、ちょっといっぱいパターン用意しとかないとと思って今考えました。ね回収されるとそうなんだよね多分。
回収されたところ見てる人いるのかな、逆に。好きじゃん絶対。いいんだよ隠さなくて。握手のファンになりそう。握手ファン第一号。オンデマには絶対映ってないですよ。だって私たち映してくれてるんだもん。定点で見てたらわかると思うんですけどね。だから31日の定点見てたら、うん、わかると思う。私も回収するとこ見たことない。回収されるとこ。ツンデレ推しに出る。どうなんですかね。なんですかね。VR ね、確かにどこでも見れるもんね VR って。てつやさん、おのぴーさん、ありがとうございます。そう、定点はリアルタイムでしか見れないからね。私もツンデレじゃないよ全然。私ツンデレじゃないよ。なんか言われるけど、なぜなに、うん、ビンゴなくなった。あ、そうなんだ。指定席この対戦始めたらランキング読みます。指定席なんだ。そうなんだ、知らないことがいっぱいだ。クローバーさん、ありがとうございます。なんかさ、なんかすごいしつこい人いるんですけど。もう最近は言ってなかったけど、秒数合わせしてるときにバレてないと思ってるのか、なんかよくわかんないけど。どういうこと？なんで？え？何？立ち見は6名だって。君も指定なんだ。月末名物。やだ、やめて、名物にしないでよ。
ほらランキング読めなかった。よし、誰もいないんかい、誰もいないんかい、誰もいないんかい。今間に合ったと思ったのに、誰もいないんかい。誰もいないんかい。まあいいや。じゃあランキング読みます。13位ナミーさん、12位アイスデート2271さん、11位ガキッチョさん、10位キナコ、9位チバメガさん、8位ノリックさん、7位ウルクルクセンブルクさん、6位オノピーさん、5位シンさん、4位マサキさん、3位ニコシタさん、2位テルテルくんさん、1位ウちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。ギフト読みます。 ISZ2271 さん、里政さん、まさきさん、しんさん、なみーさん、かむいさん、スーパーのぞみ2号さん、うちゃん、くまーん、ちばめがさん、にこしたさん、うるくるくせんぶるくさん、おのぴーさん、にこしたさん、くまーん、アイスゼット2271さん、やんちゃんさん、ナミーさん、翼おしいさん、なんやかみおしさん、てるてるくんさん、ひろちゅんさん、ドラゴンジェット太陽のあんとさんです。ありがとうございました。はい、ということで、アイスデート2271さん、ごぼうさん、コロタン、ありがとうございます。待って、今の拍手はちょっと待って、今の拍手はちょっと無意識だった、普通にびっくり、ありがとうございました。ではまた明日、おやすみなさい。バイバイ。明日は何でもない、何もないわ。バイバイ。おやすみなさい。